ドキャラ楽しいな、お前。いっぱいありますね。あ、すいません、今お時間よろしいですか？5分。あのちょっと今キャンペーンのご案内してまして、あの今お時間大丈夫ですか？いや、もう別に、はい、キャンペーンのあーお誘いしてまして、今このこちらのサブスクに登録していただけますと、映画が1本丸々無料で見れるっていうキャンペーンをご案内してるんですけども、はい、映画館でもう映画が見れるんですね。もうこちら登録するだけで、登録するだけで、はい、その映画分のチケット分のポイントがつきますので、でそれでもうもし映画を見たらもうすぐ解約してくださっても構いませんので、そうやっても簡単に見れますっていうご案内なんですけども、1ヶ月はだから登録者無料ってことですよね。そういうことですね、はい。ああ、じゃあめっちゃいいじゃないですか。それ赤字になりません？そうです。でもあのこういうのってあの登録解除し忘れてなんか、まあそういう方もいらっしゃるんですけども、忘れないうちにもう映画見て、もうすぐに解約していただければお得なキャンペーンとなってますので。だってこれその登録して、じゃあもう映画見終わったら解約しちゃえばいいんだよ。そうですね、はい。あ、いやでもそれで解約結局し忘れたっていうことが、解約し忘れたのって次の月にお金が何千円とかかかっちゃう。あのな、中津さん、それ中津さん、中津さん、中津さん、そんなありえないって。え、だってこれ登録してだお得な状態なんだよ。これ映画だって無料ほぼ見れるってことで。そうですね、はい。これでそれでさ、登録し続けたらさ、むしろマイナスじゃん。そんなんでわざわざ忘れるやついるかよ。いやでも僕忘れちゃいそうだなって思うんですよ。いかがでしたか。もう本当にもうすぐ5分ぐらいでもう登録が済むと思いますので、はい。じゃあそれついて、はい、でそのネットフリックスっていうかなんかそのサブスクみたいなやつ、はい、を見れて、で解約しちゃえばそれゼロですもんね。そうですね、はい。登録します。あ、じゃあこちらの用紙にもお願いします。中さんもやる？あ、僕は、あ、大丈夫です。あ、本当ですか？もったいな、中さんな、あのこういうの賢く生きないとダメだぞ。これは住所と、うわ、今日ボクシングの試合の日やん。うわー、やば、うわ、これサブスク登録せんとダメか。あ、でもこれ登録初月無料やん。あ、ちょっとこれ実質ただやん。登録者登録、この試合絶対見たいからな。よいしょ、これでもう OK やな。解約すればいいんやろな。うわ、入場間に合った。頑張れ、いけよ。よしよしよし、わお、いいね。セコンドのお父さんもこれも気力十分やな。サングラス変えたか、お父さん。これ頑張れよ。ああ、そうだ、中さんがなんか面白いアニメあるっつってたな。あ、これや。うわ、これこのサブスク限定配信かよ。うわ、なんなんだよ限定配信で。全部で見せろよ、もうサブスクいっぱいあんだからさ。うわ、おもろい、相当おもろいっつってたからな。もう、あ、なんやこれ、初月登録無料やんけ。あ、じゃあ登録しよう。いい、解約すればいいんだから。つしっと、どの OK、 よいしょ、うん、これで OK やな。人死んでるの、おもろいんかこれ。うわー、クールランニングみてえなー。こういう時期あるよなー。結構俺ね、もうサブスク登録してるからクールランニング見れんじゃないかこれ。え、マジかよ、どれでも見れないのかよ。でもクールランニング超見てえって。あと、ディズニープラスで見れるんか。登録して、あ、無料や、登録登録登録、初月無料は登録や。クールランニング見れる。よし、あ、そうや、この感じのオープニングやったよな。なんか最近めっちゃ映画見てるな。ベートーベンみたいな、久しぶりにベートーベン見てよ。やっぱ犬の映画ってなんか見たくなんだよな。ベートーベン、うわ、これ、ま、
ユーネクストだけかよ。うわ、登録してね。あと初月無料や。ベートーベン見たいしな。解約すればいいし。登録しよう。あー、ベートーベンな。うわ、犬の映画な。どんどん見たくなる。スポットも見たくなるしな。犬の映画いいんだよな。中瀬さんさ、なんか面白い映画とかアニメない？はい、面白い映画アニメ、はい、古いのでもいいよ。なんか最近古いのとかもさ、結構いっぱいあるからな。なんだろうな。あ、そうだ、田中さん、んそういえばあの映画チケットで何見に行ったんですか？ん、おい、ほら、ドンキでほらサブスク登録してもらってたじゃないですか。そういえばあれ何見に行ったのかなと思って聞いてなかった。あー、はい、あれね、まだ使ってない。うん、え、なんか逆に今やってるやつがあるかな。バカだね、あれ登録してればさ、よかったのに。ちょ、タトさん、ん、あれってもう1ヶ月以上経ってますよ。そう、いや、もう1ヶ月以上は確実に経ってます。ちょっと待って、ちょっと待って、嘘だろ。いや、本当です。え、ちょっと待って、マイページ行こう。はい。いや、え、ちょっと待って、これ1ヶ月経ってんじゃん。あ、はい、だから、はい、やば、経ってます、経ってます。やば、え、もう、え、1ヶ月、あれ1ヶ月経っても無料なんだっけ。いや、1ヶ月は無料ですけど、1ヶ月以降はもう。分かった分かった、1ヶ月、え、無料じゃないの。1ヶ月は無料ですけど、1ヶ月以降。あー、オッケー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 。あ、でも、なんかその間に映画見れたんですよね。え？あ、無料期間で、それなら。あんま見てないよ。なんか、あんま見ないじゃん、なんか、だってそんな仲、なんか、ちょっと待って、言ってよ。ごめんなさい。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。はい、ボクシングのやつも同じぐらいなんだけどな。ちょっと待ってよ、マジで。マジプシ。ログイン、クソ、お前。お前に。ボクシングのやつも、好きてるやんけ。あれは？映画のやつは。やばい、マジでやばい、どうしよう。1ヶ月過ぎてんの、これなんかなんだい？いや、1ヶ月過ぎると、お金が。やばい、どうしよう、中津さん、やばい。どうしました？その、映画のチケットのやつ以外も、サブスクいろいろ無料で登録したのよ。はい。全部1ヶ月過ぎてる。解約し忘れてるんだけど。え、これなんとかなんないかな？その、なんか。いや、1ヶ月過ぎちゃったら。でもそのさ、1ヶ月過ぎてもさ、はい、今なんか、ギリ1ヶ月みたいな、なんかだってまだ 1週間とか5日ぐらいしか経ってなくない？これってなんとかなんないだろ。いや、もう1ヶ月経ったものはもう、いやいや、でもその、はい、え、これなんか直接さ、そのサービスセンターとかに電話したらさ、なんかこれ、その見た本数とかに関係なく、その登録してしまったら、もうそれはもうお金発生しちゃうんで。いや、はい、全然見たらいいのよ、その、あ、いや、その、ほんとね、そのボクシングのやつも、はい、ボクシング見て、全然見てるよ、そのポイントのやつも、はい、全然余ってんの。その、ドンキのやつのポイント余ってるし、スクールランニングしか見てないのよ、ディズニープラスでは。だから、その、見た、見ないに関係なく、だから、ちょ、余ってるポイントを、じゃあ、変換して、いくらかこっちバックみたいな、できないのかな。それは多分できないと思いますね。クールランニングに1万円かかってるってこと？だっお前、ずらしたな、今。ずらしてない、ずらしてないですよ。お前もうバカにしてんのかよ。バカにはしてないです。言ってよ、中津さん。大丈夫ですか？もう、その、じゃあ今、もう今のうちにその解約しちゃいましょう、全部。でももう、その過ぎちゃったものは仕方ないんで、その1ヶ月分はその仕方ないとは思うんで、そのもう来月以降、その振り越さないように今のうち全部解約しちゃった方が。分かってるよ、言ってよ。でもさ、一回落ち着きましょう。ずらさないでよ、つって。いや、ずらしない、ずらしない。一回落ち着きましょう。
その一つ一つね。でもさ、はい、これ解約したら負けじゃない？だっていっぱい見ないでポイントだけ余して解約したらさ、これ一番損じゃない？じゃあさ、これ今ポイントやっていっぱい見て解約した方がいいじゃん。で、月ギリギリの方がさ一番いいじゃん。これそうだよ、だって損しちゃう。これ絶対そう。じゃあもう俺悪いけど、この1ヶ月はもう映画ウィークで、はい、めっちゃ見るから。だからうちでもめっちゃ見に来いよ。 OK、 これだって絶対そう。もう今からも見に行く俺は。絶対そう。だってこれね、今解約した方が考え方的にこれめっちゃ無駄だから。無駄なことしてるよ。じゃあ入ってるやつあればいっぱい見れますもんね。めっちゃ見るから。じゃあ一緒に僕も見ます。言ってやるわ。はい、すいません。でも何でも見れます。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイントを4000払い、チャンネル登録をさせる。1345678911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 1